皆様こんにちは。ヒマラヤスポーツ本館松井と申します。今日はこちら岐阜城見えていると思いますが、金華山のふもと、高橋直子ロードに来ています。こちらでですね、フーマのシューズのご案内をさせていただきます。まずこちら DB8 ニトロとマグニファイニトロ、こちらのご案内をさせていただきます。はい、こちらですね、高橋直子ロードですね。こちら、3月ですね、社内のイベントで全大会行いました。その時なんとマラソン界のレジェンドですね、瀬古利彦さんや YouTuber の萩さんもお迎えさせていただいて、まあ、貴重なお話をたくさん聞かせていただきました。そんな中こう行われた大会だったんですけども、1人2キロですね、2キロという距離で設定されて、行いました。私も、みんなの足を引っ張らないようにと、まあ、毎日練習して2キロっていうのをちょっと体に染み込ませて参加したんですけど、なんとですね、タスキをもらった瞬間に猛ダッシュしました。普段ミッドフットで着地してるのに、その時ばかりはフォアフットでしたね。なのでちょっと後半 バテてはしまったんですけども、なんと練習の、記録より30秒も縮まったっていう、どんだけ走ったんやっていうぐらい猛ダッシュしました。ただですね、その時やはり、フォアフットで走らせていただいて、自分のこう思った体感よりもどんどんスピードが上がったっていう、こちらの DB8 ニトロを履いて走りました。そんなこう早く走れちゃうシューズの特徴ですね、ちょっとこれから説明させていただきます。ではこちらのシューズの説明をさせていただきますね。まずこちらですね、厚底が特徴になってるんですけども、誰でも履けるみんなの厚底っていうコンセプトでふうまさん出されてるので、ちょっと流行ってます厚底シューズになってますね。はい。で、こちらニトロと入ってますが、このニトロフォームっていうのが、とても画期的なんですね。衝撃を吸収もちろんしてくれるんですけども、さらに高反発で速く走れます。そして、こちらここ見えてると思うんですけど、こちらはかかとの、ブレを抑えるように入っている、TPU パーツと言われています。厚底なんですけど、まあ、ぐらつきもありません。衝撃を吸収して反発、ぐらつくことなく反発してくれます。そして、まあ、一番の特徴はカーボンプレートですね。こちらカーボンプレートが入ってるんですけど、まずカーボンプレートっていうと、なんとなくトップランナーが履くんじゃないかなっていうイメージがあると思うんですけど、こちらのプーマDB8ニトロに関しましては、そこまでの、足への負担っていうのがないですね。で、私もこちらのおかげでこう30秒の、タイムを縮めたんですけども、フォアフットの方で走っていただくと、まあ、もちろん、反発がかなり強くなってくるので速く走れますし、そこまで速く走らないっていう時なんかはミッドフット、かかと着地をして走れば、足に負担かけることなく走れるので、もう本当に万能シューズですね。万能シューズになっています。速く走りたければフォアフット、フォアフットで走っていただくとタイムがめちゃめちゃ縮まります。はい。で、3月ですね、3月の時に、まあ、オレンジ、こちらの、スペクトラシリーズは発売されていなかったので、オレンジの、シューズだったんですけども、ちょっとねその時になんとなくこの辺が広く感じて、まあ、私はシューレースをギュッと結ばせていただいたんですけど、今回のこのスペクトラですね、光をイメージしたシューズとなっているんですけども、こちらの方に、まあ、糸の加工でですかね、こちらちょっと厚みを感じるんです。なので逆に私はこちら履いた時に全く、ぐらつくことないというか、遊びもなくすごくフィットしました。はい。春日井店の厚澤さんでしたかね、厚澤さんはちょっと足が広めなんでスペクトラ履きたいなって言ってたんですけど、ちょっとね狭く感じたって言ってました。なので厚澤さんは確かイエローのDB8を履かれてると思います。はい。そういった感じなので、もし足が、
私ちょっと細いんだよねっていう方はスペクトラ選んでいただくと足によりフィットするかと思います。こちらが、DB8 ニトロですね。ニトロになります。ではですね、次こちらマグニファイニトロっていうこちらのシューズをご案内させていただきますね。こちらの方も、ニトロフォームしっかり使ってあります。なので、衝撃も吸収しますし、反発性も高反発でとても走りやすいシューズになります。そしてですね、さらにトロフォームライトっていう EVA ですね、こちらの方も入ってるので、さらにクッションが、良くなっています。はい。で、こちらはカーボン入っていません。カーボン入ってないので、着地時ですね、こちらの曲がり具合、足の蹴り出しをもう少し、ご自身で感じていただけますし、足送りする時も、ふくらはぎであったり、足裏の方への負担はかかってこないですね。はい。で、かかと部分ですね、も見ていただくと厚みがあります。わかりますかね。こちらしっかり厚み、アッパーも厚みがありますので、履いた時の足を包み込む優しい感じっていうのはすごい伝わってきます。なので、まあ普段の、ジョグであったり、まあ、トップランナーですと距離走を走る時なんかも良いかと思います。あとはもう、走り始めの方、初心者の方にもおすすめなシューズになってます。もう履いた感じがね、全然違います。はい、では、こちらのマグニファイを履いて走ってみますね。普段はデビエイトニトロを履いて走ることが多いです。あ、優しいですね。ちゃんと足裏にしっかりつながってくる感じ、フィットする感じがすごくあります。アッパーの厚みもすごい感じますね。ちょっと走ってきます。なんかすごい優しくて、柔らかいクッションというよりは弾力のあるクッションという感じが足裏にすごく伝わってきますね。なんかちょっと表現オーバーかもしれないんですけど、なんかトランポリンの上をね、ずっと飛んでる感じ。なんかこのまま全然家まで走って帰りたいですね。じゃあもうこのまま私家に帰ります。マグニファイでお家まで帰ります。ではまた交換の方でお待ちしてます。さよなら。はい、こちら本館の売り場になります。DB8 ニトロ、カーボンの入っている DB8 ニトロとマグニファイ、カーボンの入ってないマグニファイのちょっと違いですね。こちらをスローで撮ってる映像がございますので、こちらをちょっと見ながら、説明させていただきます。よく見てくださいね。はい、今ちょっと DB8 ニトロ走ってる映像流れていると思うんですけども、こちらよく見てみてくださいね。スピードは上げようかなとは思って走ってはいるんですけど、やっぱり中足部の方から先に着地してます。よく見てください、かかとがちょっと浮いてるんですよね。で、早く走れます。設置時間も短く、まあ本当に足送りっていうのが早く早くスピードに乗りやすくなってます。ではそちらに比べて今マグニファイですね、こちらも同じように体感としては走っているんですけども、まず、まあ、足裏が柔らかい、そしてかかとですね、かかとからつま先まで足送りをこうなんていうんですかね、優しく送ってくれるっていうところ、かかとがしっかり、ついているっていうのがご覧いただけますかね。自分の体感としてもそうなんですよね。同じように走っているのに、マグニファイはかかとからしっかり着地してつま先まで足送りができてます。マグニファイの場合は本当に優しく足を送ってくれるので、衝撃、足への負担っていうのも少ないなと感じました。で、DB8 ニトロはもちろんスピードを上げるつもりで走っていたので、前足部にポンとピンポイントで衝撃が入るので、早く跳ねて早く設置時間も短くスピードには乗れます。でその分ちょっとふくらはぎであったり、まあ、足裏の方ですね、ちょっと力入ってくるイメージですかねってなってます。
はい、スローの方ご覧いただけましたか。先日ですね、スタッフとも今の映像を見て研究したんですけどもね、ディビエイトニトロはこのかかとの部分ですね、ちょっと中に入り込んでますよね。それに比べてですね、マグニファイは出てます。ちょっと比べてもらうと、かかとの部分がですね中に入り込んでると、こちらがちょっと出てるっていうところで、着地がですね、マグニファイの方がかかとから自然に入るっていうところが、分かりました。ですので、長い距離をゆっくり走りたいなっていうお客様はマグニファイニトロで、ちょっと挑戦したいなっていう方はディビエイトニトロで走ってみてはどうでしょうか。ただこちらのディビエイト万能シューズなので、中足部かかとからでも全然着地できますので、ちょっと挑戦したいなっていう方はこのカーボン入っているディビエイトニトロ、こちらの方おすすめになります。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひぜひ本館の方来ていただきまして、またこういった説明とかもさせていただきます。お待ちしてます。スポーツするならヒマラヤ。